に優劣つけんのよくねえわマジで。いや、お前に優劣は生きんな、ここぞとばかりに生きんな。いやでもこれ多分な、あの理系の数学やから俺が知らん文字がいっぱいある気がする。知らん文字やめて、うん、そうこれ問題やからやばすぎやろお前は。オッケーオッケーオッケー、あの新世代歌えるなら6人集まれば東大入試問題1問ぐらい解ける説。イエーイ、いやてかもはや歌いて関係ないよ。え、音楽とかない？体育とか。音楽とかないだろ普通に。なんでないよ。東大やろ。実技させろよ実技。まあ冷静に考えて東大入試ってまあ一人で解くのめちゃくちゃ難しいじゃないですか。むずいね。一人で解くもんだけどね。まあでも僕らイレースって6人いるんで。はい。そうっすね。はい。6人分の頭脳あるんで。はい。脳みそが6個ありますから。もう勉強なんかしなくても6倍賢いんで。うん、はい。確かに。東大入試だからね。わかった。理由でね解けるんじゃないかとね思ってるわけですよ。文字の知恵や。文字の知恵よく知っとったな。すごい。まあね、まあね、文字の知恵、何が文字の知恵、何ってどうした、大丈夫、じゃあ文字の知恵、やめときやめときや、このチームに足手まといがいます。狙いをかけても全部なかんな。うわ、ゼロが喋ってるわ。ウケる、ゼロはてめえだから協力すんの今日は。違う、戦いじゃないから。うちはね、ちなみに現役大学生の三浦くんもいますし、ほら、もう何も覚えてないよ。頼りになりますね。さすがニワトリ代表。13歳来てるとか言ってる、なんか変なのもいるし。まあ僕過去赤本東大のめちゃくちゃ取ってきてるんで、もう余裕かなって感じ。おお、すごいや、赤本だけ握りしめてたやん。俺東大のやったっけ、うん、そうね、ファッション赤本やん。うん、学歴おい、やめたけ、やめたけ、言ってんかそれ。ピーやピー出ろ、おもろまい、ピー入れてください。まあまあ、仏以外にも本物のアホもいますけど、いやいやね、ほんまにね、こいつらほんまアホですから。俺ハーバード大やねんけどね。ハーバード大やねん、ハーバード大やねん、ハーバード大やねん、うるせえうるせえ、ハーバード大やねん。はい、てなわけで今回令和5年度東京大学第2次学力試験の問題を持ってこさせていただきました。すごい、何それ、まあ、二次試験ですね。で今回は国語、数学、日本史、世界史、地理、物理、科学、生物、地学のラインナップ。理科が多すぎ。全部ね用意したんで1問ぐらい簡単な問題あるやろと。え、ちょ英語は、英語は、いや英語はあの調べたんやけど、ググってみたら分かるんやけど、ほんまに外国語だけなぜか非公開で。え、やばいじゃん、うちの唯一ゼロじゃねえよ別に。お前のチートマンってここじゃ無理なんだよ。てわけで皆さん問題用紙全教科分手元に渡したと思いますので、食いすぎてやる、はい、いらねー。じゃあまた簡単な問題探すところから頑張りましょう。勉強したくないよもう。それでは東大入試 VS イレイス始め。国語からじゃあ見ていきますか。いや、漢文でできない。無理や。でもない子は数学できんのか。いや、でもこれ多分な、あの理系の数学やから俺が知らん文字がいっぱいある気がする。知らん文字やめて。ちょっと待って、国語とかやったらさ、なんか漢字とかないかな。あ、ある、漢字ある、漢字ある。漢字書けるだろ。ちょっと待って、ABC に相当する漢字が。狩猟じゃね、狩猟とか。マジモンハンやっとったから絶対書けるけど。ハントの、ハントの狩猟。え、これ勝ちで受かったってこと。いや、違う、あのこれ書いて東大受かりましたって言える。いいよ、言えない。こんなんじゃダメだよ。お前、そっちが書けんだよ。いや、ダメだろ、お前たちよ。お前、バカな方なんだから、こっちが。お前ら、情けねえよ。漢字問題はパスだよ。パス？リュウラさ、世界史受験だったからさ、世界史いけるかも。世界史見てみるじゃん。あ、マジ？なんかいい問題やったら教えて。もうなんかさ、日本史とかね。文字多いねんな。世界史は、文字数にやられてるやつだな。いや、ワンチャン解ける、ワンチャン。いや、無理これ、マジで。あれだよ、あのリュウラ、何長文問題だよこれ。あ、無理だ、終わった文章作る系無理や、終わりです、終わりリュウラ。はい、あ、え、ちょっと待って、生物いけんじゃない、生物。嘘、え、マジで生物だるいんだけど。僕生物基礎だったわ。僕わかんない、この辺。お前らちゃんともっと頑張れよ。これ違うくない、ヤジに回んのお前。解けよお前も。この辺がいけそうじゃないこれ。いいんじゃないこれ。え、これ確かに生物いけそうじゃねえよ。じゃあちょっと誰か呼んでみ。あ、いけるよ俺。あ、待って、呼んで。ちょ、翔ちゃん、待たないよ。人の生命は生殖細胞である精子と卵子にそれぞれ1本ずつ含まれる
父は由来違う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 違なるほど、まあ、何本ずつ含まれてるかって話ですよね。23じゃね、23なん、23本やと思う。23やと思う。23で46になる。人が46やろ、やから人間が。そう、めっちゃ詳しいやん。そうなんや。生物はね、得意やってやるやん、よくやったガリベン。え、もう分かったってこと？おもろい。え、分かったってこと？本当は適切な数字を答えようだから、数字入れたら受かる。まあまあまあ、2346かじゃあ。え、そうね、2346か、23分けて言うの、2346でええやん。頭酔い分な。違う違う、酔い分なんて1本やったくせえ。じゃあいいやん、よかったよかった。まあここはまあいけそうやん。真ん中飛ばしてじゃあ。じゃあもうクリアじゃねえんじゃない？クリアでいいよ。いいよ、もう終わろうぜ動画。ボロなさまで終わろうぜ。どうかと思うんですよね。え、なんで。じゃあまあ、いや問題に優劣つけんのよくねえわマジで。問題に優劣は生きんな、ここぞとばかりに生きんな。キメライ電子とか出てくるし。え、何キメライ電子って書いてあるの？書いてある。ノイガキは嫌いだよ。その先にてか、なんでそんな全然答えないの？もっと頑張ってよ。俺が一番当ててんだけど、多分合ってるか分かんないけど。え、イフ君、この辺から大学言ってるっけ？言ってねえよ。ダサ、ダサすぎてさ。ダサくねえ。お前でも言ってねえよ。いや、俺ハーバードダイヤで、普通に。お前ハーバードダイヤ。あ、待って、カッコ4さ、選択だよ。あ、来た。ダイいけるって。ゼロ1から1の A から理想のやつ。三つは以下の。そういうことね。じゃあこのグラフのどれがどれかってことか。いや、これワンチャンあるよ、これ確率高い、角度高い。いや、ワンチャンいけるよ、これ。いけそう。ダイ、ちゃんと考え、運ゲーじゃない。ちゃんとこれ考えたら多分解けれて。俺らこれにかけよう、もこれしかないよ。そうね、これしかないよ。え、C はかけようなんだ。 C がプラスチックはでもなんか分かる。 C プラスチックでもそんな感じだよね。コンクリとアルミでしょ。ちゃうかったらもう終わりや。まあでもこんだけ推理してんだから、まだ外したらちょっとこれ罰ゲーム終わりだな。いや、マジダサい。かわいそう。罰ゲーム、かわいそう。何の罰ゲーム。マジ間違えたらコンクリに埋めてやろうぜ。笑えへん、怖い。いや、俺はコンクリプラスチックアルミニウムだと思うけどね。コンクリプラスチックアルミ、そう、硬い順。あ、硬い順ね。結構激推し、これは俺の中では。そのバカキャラやめて。いや、バカキャラじゃなくて普通にガチな話。普通にバカなのね。普通にバカじゃなくて逆張りで。そう、これ予想だからね。3連単当てよ、みんなで。3連単当てよ。予想しよう。それぞれみんな予想やって、答え見て、当たったやつは東大生だろ。プラコンクリアルミで。みんな答えじゃあ書いて。プラコンある。こいつにベットする。マロどこにベットします？マロ頭いいからマロに書け。俺もバカニングじゃん。そうだな、お前それ。乗るな。カンニングニューラやん。カンニングニューラ。調べたらすぐ出るよね。ちょっと答え見てくるわ。でも漢字答えてるからな俺が。いや、そうだよ。いや、漢字なんかでぬるまやから、その前が一番できねえやろかよ。染色体の数も答えてるから。あ、確かにそうね。あ、確かに。あった。お、来た。え、来た。発表お願いします。これが回答と思われるやつ。うわ、やばい。緊張した。これ代々木ゼミナールさんの回答なんで、まあ間違いないでしょ。え、これじゃあ東大の合格発表ってこと？来た。東大の合格発表。 ABC の順番で発表いたします。はい、A が1個目。 A が1個目です。それでは皆さんの予想がこれですね。アルミニウム。うわー、終わった。やっぱ天才に乗るのが正しいんだよ。やっぱ正しいだろマジで。でも勝ったじゃん、絶対そうじゃん。次は神ゲーム。絶対プラ、絶対プラ来い。絶対プラ来い。絶対プラ来い。続きまして B の回答。コンクリート。なに、C プラスチック。マロ天才じゃん。いや、あと一歩やった。わー、カンニングしてよかった。え、リューラはお前カンニングだったよ。お前カンニングだから。カンニングしてないって。カンニング帰れ。いや、帰れ、検査して帰れ。考えたから、なんで検査して。やばい。やー、惜しかった。じゃあ、イフとリューラは明日から東大に通ってもらって。頑張れ。嬉しい。解散じゃん。じゃあ残りの4人はどうしようか。ハーバード大行くか。ハーバード大。ハーバード大。